写生に出かけた少年、小川未明。野原の中に大きな樫の木がありました。その下で二人の少年は辺りの風景を写生していました。あちらには町があって、屋根が強い日の光に輝いています。こちらには青々とした田んぼがあって、野菜の花が白に黄色に咲いているのが見られました。 僕はあの並木を描こうと西田が言いました黙って南はじっと一ところを見つめてはチョークを動かしていました君は何を写生しているの西田は友達のスケッチ帳を覗くと煙突から煙が上がっている街の円形を描いていましたいいねあの風に光っている子たちも雲もと顔を上げた南が答えました この時前方から一人の男が何かピカピカするものを手のひらに乗せてそれを見ながらやってきました。光るなな何だろうかと南が言いました。あの男はバカなんだよ。と西田が言いました。え、バカああ、あの男はバカなんだよ。けれど、おとなしい何にも悪いことをしないのだ。 活動のエキストラなんかに出て喜んでいるという話だよと西田は人から聞いたことを話しましたどうしてバカになったのだろうね南は目を見張りながらあちらから来る男を見ていました帽子も被らずに手のひらを熱心に見つめていますあれは金貨みたいだねははは金貨なもんかきっと新しい一銭銅貨なんだよ 光るから喜んで見ているのだろう。たくさん持っているね。本当に光るのばかり貯めたんだろう。普通ならば高等小学か中学一年へでも入っている年頃でした。どうして馬鹿になったんだろうと思うと、南はなんだかいじらしい気がして笑われなくなりました。男はこちらに自分を見ている者がいるとも知らず、 また、夏の景色がどんなに美しかろうと目を向けず、ただ手のひらのどうかに気を取られて、一人ニヤニヤ楽しそうに笑いながら、脇見もせずに道を歩いていました。するとこっちから、孫が手綱を取り、馬に空車を引かせてやってきました。そして、いつか、バカとすれ違いになったのです。それでもバカは ただ自分の手のひらの上の銅貨だけを数えたり、眺めたりしていました。危ないと西田が思わず言ったときです。バカは馬の顔に自分の顔を打ち付けました。ひゃーとびっくりした彼は驚いて顔を上げると馬の大きな顔を見たので手に持っていた銅貨をバラバラと落としました。ガラガラとそんなことに気づかず 孫は馬を引いいて行ってっししまいましたその後でバカは一生懸命に落としたうかを拾っていましたするとまたけたたましい音を立てあちらからオートバイが砂煙を上げてやってきましたなんと思ったか哀れな男は拾ったうかを握って逃げるようにどこへとなく駆け出していきました <laughs> と 二人の少年はそのありさまを見て笑わずにいられませんでした。二人はまた車精に取りかかって、しばらくはそれに余念がなかったのです。西田君、あそこに光るものが落ちているね。と、さっきバカのどうかを落とした道の上を南が指したのでした。ああ、オートバイが来たので慌ててみんな拾わずに行ったんだよ。かわいそうだね。 きっっと探しに戻ってくるだろう。早く戻ってくればいいが知らぬ人が通ると拾ってしまうねもう少しここにいてあのどうかの番をしていようやと西田と南は顔を見合って笑いましたそのうちに果たしてバカがあちらから道の上を血眼になって探しながら戻ってきましたそして落ちていたどうかを見つけると飛びつくように拾って 喜んで頬に押しし当てましたかわいそうにね。と、2人の少年は白い雲を見上げながら野原を去ったのであります。